こんにちは、高瀬俊介です。今回はあなたとあなたが気になっているお相手の気持ちはそれぞれどうなっているのかというところをタロット占いで見ていきたいと思います。この動画をご覧いただいているあなたはですね、今現在何かこう気になっているお相手がね、いるのではないかと思います。ただそういった気になる、ね、お相手になればなるほどなかなかこう意識してしまって自分のことをねどう思っているのかっていうところが、まあ、気になるけれどもなかなかこう聞くのは難しいというところで、まあ、今回はねそのタロットカードを通じて、その気になるお相手があなた自身のことをどういうふうにですね、まあ、思っているのか、どんな気持ちを抱いているのかっていうところを見ていきたいと思います。また あなた自身もその気になるお相手に対して今どういったね感情であるとか気持ちを持っているのかっていうところも合わせて見ていきたいと思います。はい、それではですね、今回もカードを3種類用意しておりまして、こちらから A、B、C とさせていただきますので、どれか好きなカードをお選びください。2つ以上でね、どれかこう迷ってしまった場合は最初にこれだというふうに、まあ、こう直感を信じてね最初に気になったものをお選びいただければなと思います。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、お好きなカードをお選びください。はい、それではカードをお選びいただけましたでしょうか。それではまずこちらの A からですねリーディングを行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね早速 A をお選びいただいた方からリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速カードを見ていきたいんですけれども、カードをめくっていきます。はい、それではですね A を選んでいただいた方の、カードをリーディングしていきたいと思います。こちらがですね、あなたが気になるお相手に対して抱いている気持ち、そしてこちらがそのお相手があなたに対して抱いている気持ち、そしてこちらがですね、その2人の、ね、気持ち、まあ、2人をね、まあ、結びつけるためにはどうすればいいのかという、まあ、アドバイスカードになります。まずですね、あなた自身が気になるお相手に抱いている感情としては、もしかするとあなたが今気になっているお相手というのはものすごくこう異性の方からモテたり、何かこう憧れの的のような存在の方かもしれません。それゆえにですね、まあ、多くの、まあ、ライバルというね、言えるような人たちがいて、あなた自身が、まあ、その人自身は好きなんだけれども、ちょっと私には手が届かないかなという形で、まあ、ちょっと諦めかけているっていう状態にあるのかなと思います。はい、まあ、そういったですね、非常に、まあ、人気者の方が今あなた自身がちょっと気になっているお相手なのかなっていうところが見受けられます。なので、まあ、少しねその人に対してのこのアプローチであるとか、なんかこうね、まあ、ちょっとでもこの気に留めてもらおうという気持ちはあるんだけれども、心のどこかでちょっと私なんかというところで、まあ、弱気になってしまっているというか、まあ、自信をね、まあ、持てずにいるのではないかなというところがカードから見受けられます。じゃあその一方で、気になるお相手の方は あなた自身にどういった、感情を持っているのかっていうと、まあ、あなたの、ね、存在のことに関しては認知はされているかと思います。ただ非常に多くの方からですね、まあ、言い寄られていたりだとか、まあ、ものすごく異性から表になる方なので、一見自分にね、ものすごく自信があるのかなっていうと意外とそうでもないっていうことで、まあ、あの異性の方から声をかけられるっていうところはあるんだけれども、自分からこうなかなかねアプローチをしたことがない方なのかもしれません。まあ、そういったところであなたのこと自身は気になってはいるんだけれども、じゃあそのねあなたとつながるにはどうしたらいいんだろうかというところで少しね、こう一歩を踏み出せていない状態なのかなというところがあります。なのでお互いはですね、まあ、気になっている存在同士ではあるんだけれども、お互いにこう一歩を踏み出せていない状態、あなた自身は私なんてというところでちょっと自信が持てなくてこう一歩を踏み出せていない、で気になるお相手の方はね、すごく
あなたのことが気になってはいるんだけれども、どうやってこっからこう関係性を縮めていけばいいのかわからない、そこで迷っているっていうところがあるっていうのがカードから読み取れます。なのでお互いのことは気になっているので、まあ、どちらかがね、こうまあ、アプローチをしていくと2人っていうのはまあ結ばれるというか、まあ、関係性っていうのがよりいい、ね、密接になっていくのかなっていうところが言えます。で、それを踏まえてですね、じゃあアドバイスカードを見ていくと、こちらはですね、まあ、あの地道な努力をね欠かさないっていうことが大切だよっていうメッセージをね持っているカードなんですけれども、まあ、一気にこうね距離を縮めようとするんじゃなくて、ちょっとずつでいいので、まずは例えばね、こう全く話したことがないんだったら挨拶から始めてみるだとか、いきなりねロマンチックなところに行くんじゃなくて、例えば最初はご飯だけのデートに誘ってみるとか、まあそういう形でちょっとずつこうアプローチをね、していけば、その地道なアプローチがまあ相手にもね、伝わって、そこからね距離がぐーんとこう縮まっていく。でそのアプローチっていうのは最終的には功を奏すということで、最終的にはこう2人がねこう結ばれていく関係につながっていくっていうところがありますので、まあ、本当に、些細なことからでもいいので、ちょっとずつでもこうアクションを起こしていくと2人の関係っていうのはどんどんこうね縮まっていくのかなというところが言えます。なので今はちょっとお互いにねこう心の迷いであるとか、少しの勇気が出ないっていうことで距離が縮まってないんだけれども、ちょっとしたね、アクションを起こせばそれがねこうぐんぐんこう縮まっていく待っていくっていうところがありますので、まあ、勇気を持って、まあ、例えば自分にね今自信がないんだったら、ちょっとね自分に自信を持ってみる、例えばねそういったことに関しては、まあ、見た目をねちょっと変えてみる、髪型を変えてみるだとか洋服を変えてみるだとか、まあ、そういったことでね、ちょっとずつ自分を変えていけば自信っていうのはねついていくかなと思いますので、そういうところから変えてみてアプローチをしていくといいのではないかなと思います。はい、ということで A の方、ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、それではですね、続いて B をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速カードを見ていきたいと思います。はい、ということで、ちょっとですねカードを見させていただきたいんですけれども、まずカードの配置としてはですね、こちらがあなたが気になるお相手に対して抱いている気持ちで、こちらがですね、気になるお相手があなた自身に抱いている気持ち、そして、こちらがアドバイスカードということで、2人の関係がねどのようにすればこううまくいくのかっていうところをアドバイスしてくれているカードになります。はい、これを踏まえてちょっとカードをね見させていただきたいと思います。はい、それではですねちょっと見させていただきたいんですけど、まずですねあなた自身がその気になるお相手に対して、抱いている気持ちとしては、まあ、おそらくですね、あなた自身はその気になるお相手のことを、まあ、結構長い期間ですね思い続けているのではないのかなというところが見受けられます。それこそもう1年以上だとか、結構長い期間その方のことを思われているのではないかなと思います。ただ最近になってその思いっていうのはちょっと下火になってきているというか、最初の頃よりかはその人へのこの思いっていうのがちょっと弱くなってきている時期なのかなっていうところが見受けられます。はい、で、じゃあ一方そのね気になるお相手に関してはどうなのかっていうと、その気になるお相手に関してはですね、もしかするとあなた以外にも同時にこう例えばアプローチを受けている人がいるのかなっていうところが見受けられます。その中で、そのいろんな方からアプローチをされている中でどの、人をにしようかなっていうところを今迷われているのかなっていうところが見受けられます。はい、で、あなた自身はその人にアプローチをして、しているんだけれども、なかなかちょっとまだねこう振り向いてもらえないというか、思ったほどこう距離を縮められなくてこう悩んでいるのかなっていうところが見受けられます。はい、
ただですね、その気になるお相手の方は今ね、いろんな方からこうアプローチをされてきている中で、じゃあどうしようかなっていう、そろそろねこう選んでいこうかなっていうところに入っているので、あなた自身が今ね、こう今までと変わらないままだったら、ちょっとね、もしかすると違う方を選ばれてしまうっていうことがあるかもしれないので、そこでね、このアドバイスカードを見ていくと、これはね、今このね行動を起こすべきっていう意味を持つカードですので、もしね、その何かこう告白のね、計画であるとか、なんかこうデートに誘ってみようっていう風な気持ちがあるんだったら、行動をね、今やっぱ起こした方がいいかなと。その行動が決め手となってあなたをね、選んでくれるっていうところがここで関連して出ていますので、まあそういうね、ちょっともしかするとその人に対する気持ちのちょっと、マンネリというか、最初の頃よりか気持ちがね弱くなってきているのかもしれないんですけれども、やっぱりね心の底ではその人とねこう結ばれたいっていう気持ちがあるからこそ、その人のことをこう長くこうずっと思ってきているっていうところがあると思うので、何かねこう迷っているところがあったら、今ね行動をね起こした方がいいのかなというところがあります。そのね行動によって、その気になるお相手の方がまあ振り向いてくれるっていうところがカードとして出ておりますので、まあ、そういうね行動を起こすっていうタイミングなのかなっていうところが見受けられます。はい、まあこのカードを見る限り、まあ、目の前のことにねちょっと悩んでいるっていうことで、その今までの自分になんでこう振り向いてくれないんだろうっていうところをねものすごくこう悩んでいるかもしれないんですけれども、相手にとってはその中でですね、もっとこうアプローチをしてほしいっていうね、ところがあって、そのアプローチを決め手で、決め手にしてあなたとねこう付き合いたいっていう風な、まあ、もしかするとちょっとお相手の方は奥手な方なのかもしれません。なのでなかなかこう自分からこうアクションができないので、その相手からのねこの行動があって、そこでこう決めたいっていう風に思っている方なのかもしれないので、もしね、こう何かその人と結ばれたいっていうねところがあれば、行動をね今起こしてほしいなというところがあります。はい、で何もこう告白だけでなくても、連絡を入れてみるだとか、何かこうお手紙を渡してみるとか、プレゼントをするとか、まあ、そういうね、どういった行動でもいいので、何かその人とこう接する機会というか、接触の、ね、機会っていうのを作ってみるってことが大事になってくるというところがアドバイスカードとして出ております。はい、なのでちょっとね今はもうこう悶々とした気持ちで過ごされているのかもしれないですが、やっぱりねそこからやっぱり、その状態ではあなた自身もね満足はいっていないと思いますので、しっかりとね何かこう決め手となる行動をしていただければなというふうに思います。はい、それでは B をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい、それでは最後に C をお選びいただいた方、リーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速カードを見ていきたいと思います。はい、それではですね早速 C のカードを見ていきたいと思うんですけれども、まずカードの配置としてはですね、こちらがですね、あなたが気になるお相手に対して抱いている気持ち、そしてこちらがですね、気になるお相手があなたに対して抱いている気持ち、でこちらがですね、その2人の関係がうまくいくにはどうすればいいのかというところをアドバイスしてくれているアドバイスカードになります。で、まずですね、カードをから読み取れるメッセージとしてはですね、もしかするとあなたが今気になっている方っていうのはものすごくこう紳士的で誠実な方なのかもしれません。まあそういったね、誠実なところに惹かれてあなた自身が今ね、なんか好意を寄せているのではないかなというところが見受けられます。ただ あなた自身はですね、その方とですねこう結ばれたいというふうに思っていても、何かこうね過去の恋愛でのトラウマであるとか、まだこう恋愛経験の少なさっていうところによって、この自分に自信が持てなくてその人とこう
近づその人に対してこううまくね、距離を縮められていないのかなというところが見受けられます。あなた自身はその気になるお相手の方に対しての好意っていうのはまあね、強い思いを持たれているとは思うんですけれども、そういった過去の何かねあまり良くない経験というか思い出がこう足を引っ張ってなかなかねこう一歩を踏み出せていないのかなというところが見受けられます。はい。で、お相手から見たあなたなんですけれども、まあ、その先ほどもお伝えした通り、まあ、非常に誠実でですね、まあ、異性に結構こう慕われるような方なのかなっていうところが、このカードから見受けられます。なので、まあ、自然とねこうたまにいるんですけれども、こう自然と振る舞っているだけでものすごくこう異性の方からモテるっていうね、方いらっしゃると思うんですけども、もしかしたらそういうタイプの方なのかなというところがあります。で、まあ、非常にですね冷静で、まあ、落ち着いた性格の方なので、あなた自身のことに対しても一人のね、ちゃんと女性として見てくれてはいると思います。はい。ただその中でですね、まあ、非常にね、落ち着いてあなたとこうね今日あなたとのこの距離を、まあ、縮めていきたいなというふうには思っているんだけども、今こうねこう考えて行動するタイプなので、まあ、どのようにしてあなたにね、こうアプローチをしていこうかなっていうところを、まあ、冷静にこう考えてらっしゃるのかなっていうところが見受けられます。はい。なので、あなた自身もですね、まあ、アプローチをしていけばしっかりとね、まあその思いを受け止めてくれてる、くれる方だと思いますので、まあ、アプローチをしていってもいいですし、この方自身も、しっかりとね、まあいろんなプランを練って、あなたとのね例えばデートとかをね考えてくれたりだとか、すごくこう真面目に、この交際っていうのを考えてくれる方だと思いますので、まあ、相手からのですね、アプローチを待ってもいいのかなというところがあります。はい。でアドバイスカードとして出ているのがですね、まあ、こちらなんですけれども、このカードはですね、まあ逆位置で出ているとあまり良くないイメージだと思うんですけれども、決してそんなネガティブなことではなくて、例えばもしですね、その気になるお相手の方にすで、にもう彼女さんとかがね、彼女とか彼氏とかね、もうすでにこう恋人がいる場合であれば、そのね、恋人を無理やりこう奪ってしまう、恋人がこうその人を無理やり奪ってしまうようなことだけはしない方がいいよというところがあります。この方もすごく真面目な方なので、まあ、そういったことはないと思うんですけども、もし仮にね、お相手にパートナーがいる状態なのであれば、その方とのね関係が終わるまではその待った方がいいかなと、無理やりねその方を奪うようなことっていうのはしない方がいいかなというところがあります。そういった形で、仮に付き合えたとしてもですね、あまり長くは続かないというか、まあ、お互いにとっての幸せはないのかなというところが見受けられますので、まあ、そういったことだけにはですね、まあ、注意した方がいいかなと思います。で、その気になるお相手の方に、まあ、パートナーがいないのであれば、これからね関係っていうのはどんどん良くなっていくのかなというところが見受けられますので、まあそのね過去の経験がちょっとね、こう頭をよぎるかもしれないんですけれども、そこはまあ割り切ってですね、過去のことは過去のことというふうに考えて、その人だけにこう集中して、向き合っていけば関係というのは縮まっていくのかな、仲は良くなっていくというところが見られます。はい。そうですね、何かやっぱ相当ですね、まあ過去になんかこうひどいことをされたりだとか、なんかこうまだ自分にね自信を持てるような経験っていうのができてなくて、そこがねやっぱ原因になっているだけなので、あなた自身はそのねお相手からもすごく魅力的な女性だというふうに映っておりますので、自分にね自信を持って、その人と向き合っていくといいのかなというところが言えます。はい。Cをお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。はい。ということで、今回はあなたとあなたが今気になっているお相手の気持ちはそれぞれどうなのかというところをリーディングさせていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか。動画の内容が少しでもあなたに役立てば幸いです。これからもですね、いろんなリーディングを行っていきますので、もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。
それでは今回もご視聴ありがとうございました。